皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。とある方からこんな感じでいろんな種類のケーブルをお借りすることができたので、それぞれのケーブルの音の違いを聞き分けて検証していこうぜイエーイみたいな動画を先日アップロードしたんですが、どうやら僕のやり方が非常にまずかったみたいでございまして、大変に失礼いたしました。せっかくケーブル借りたのになんかね、全然違いがわかんねえ、うははみたいな感じになっちゃったんですけれども、どうやら僕のやり方がですね非常にまずかったみたいでございます。ということで今回はそのやり直しの動画でございます。ちょっくら前回のその動画にですねコメントいただきまして、足立さんからこんな嬉しいコメントをいただいております。足立さんありがとうございます。シールドケーブルを比較する際にはギター本体に直接つなぐのが分かりやすいかと思われます。ケーブルを選ぶときギター本体に直接つなげるケーブルは良いものを選んだ方が良いと言われているのは、ギター本体から出力される電気信号はハイインピーダンスイコールめっちゃ微弱で流れにくいので、外部からのノイズやケーブルの良し悪しの影響を受けやすいからです。バッファーを通すことで、カッコ、ルーパーもバッファーの役割をします。カッコ閉じる。信号がローインピーダンスイコール元気で流れやすいになるので、その後段につなぐケーブルの影響はゼロではないですが、ほぼわからないものになります。同じ理由で、アクティブピックアップのギターやベースもローインピーダンスの信号が出力されるので、ケーブルの比較には不向きかと思います。参考にしていただければ幸いでございます。足立さん、ありがとうございます。すっげえめっちゃ参考になります。そうなんだって思いました。いやー、やっぱ何事も勉強でございますね。なんかその検証の動画の中で、ね、なんかこういうバッファーをかましてからね、そのなんかいろいろ流したりとかしたんですけれども、まあむしろそれダメだと。そんなことをしたら違いがわからなくなるということで、大変に失礼いたしました。なんか同じフレーズが流れるからね、なんかルーパーとか使った方がいいのかなって思ったんですけども、それがブブーダメだったみたいでございます。すいません、大変に失礼いたしました。てなわけで、今日はですね、そのままもう LINE で直接、なんかいろいろつなげたいとかせずにそのまま行ってみようかなと思います。多分ね今回に関してはですね、皆さんもですねその違いが、分かっていただけるかと思うんですけれども、ぜひとも楽しみにしていただけたら幸いでございます。とりあえず順番に、まずこのですね結びっていうメーカーさんの、この純正のケーブル、このパッチケーブルキットがあるんですけども、このケーブルから行ってみましょう。で、このまま直接 LINE で、DAW の方に録音をして、鳴らしていこうと思います。ちょっくら、レッツトライ。それでは材料が出揃いましたので順番に聞いていってみましょう。まず一番上が結びっていうね、このパッチケーブルキットのオリジナルの純正のケーブルでございます。でその次が、みんな大好き親入れで、その次はフリーザトーンで、この4つ目はですねちょっとおまけでカナレ、僕がいつも使っているこのカナレケーブルの、音もちょっと取ってみました。それぞれちょっと2周ぐらい、聞きながらちょっと回していきましょう。まず最初は結びからレッツトライです。いきます。どうでしょう。なんかこんな感じで聞くと確かにそれぞれのケーブルの個性というか違いがなんか少しずつ見えてくる感じがしますね。まあちょっとよく聞けばって感じですけどね、すごいこうめちゃめちゃこの微妙な差がなんか出てくるような感じがします。もう一回ちょっと聞いてみましょうか。順番にまた2周ずつ。
どうでしょう、まあ、なんとも言葉で言えないですけど、なんかそれぞれちょっと微妙な違いみたいなのはありますね。とりあえずこの順番にいくとすると、結びのこのケーブルはなんかこのピッキング、そのピックが弦に当てた時のその中域な感じかな、なんかコワッコワッコワッっていう感じが、なんかそういうこの前に出てるような感じがします。でその次この親指に関してはちょっとこの下の方がふくよかっていうのかな、ちょっとこのふっくらしたというか、なんていうか、ちょっとこの温かみのある感じの音がするような気がします。で次のそのフリーザトーン、これはなんか一番分かりやすいかなと思うんですけど、どうですかね。なんかこの高音弦弾いた時のその高音の出方、なんかその音の飛び上がりみたいなのがすごいこうきらびやかというか元気がいい感じがしますね。で最後カナレなんですけども、なんかこの3本聞いた後だとなんか一番音が引っ込んでる感じがするのは気のせいかな、なんかちょっと奥まった感じがするような気がします。こんな感じでございますね。でもまあよく言えばなんかおとなしいというか、なんか扱いやすそうな感じの音がしますよね。なんかこの落ち着いたというかしっとりしたというか、まあこんな感じでこの4種類のケーブルを聴き比べてみたけどもどうでしょうか。ちょっと分かんなければ何回も何回も巻き戻しを聴き比べしてみてくださいませ。とりあえずこの4本試してる中で僕は個人的にこのフリーザトーンの音が一番好きかもしれないですね。なんかこのはつらつというか元気が出るというか、なんかこの明るいというかきらびやかというか、なんかそんな感じがして、すごく僕はこの音が一番好きかもしれないですね。なんかきらびやかな感じしませんか。こんな感じでございます。でもまあね、正直なところね、そのこの辺のケーブルに関してはそのいい悪いじゃなくて、あの好みがもうほぼほぼって感じなんですよ。なんでもしよければですね、皆様が聞いてみて、ああこっちの方が好きだなとかね、あのこんな感じでやって、こんな感じでこんな感じだ、だから僕は好きですみたいな感じでそのコメントしていただけるとすごく嬉しいなと思います。とりあえずまあこんな感じでね、いろいろこの聞き比べをしてきましたけども、どうでしょうか。個人的にはまあフリーザトーンが一番好きだけどもね、ぜひ皆様の好みも聞かせていただけたら幸いでございます。てなわけで、よかったです。ちゃんとできたちゃんと検証できた、やった。足立さんのおかげでちゃんとそれぞれのケーブルを、聞き分けることができました。ありがとうございます。せっかくケーブル借りたのに、ね、わかんねえです。もう終わらなくてよかったです、そんな感じでございます。またね、何かこの気づいたこととかご質問とかありましたら、バシバシコメントしていただけたら幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。